はい、今回ですけどセレクトボックスのねリーク情報が来たんで、まあ、ちょっと紹介していきたいなと思っております。全12種類で5月15日、水曜日のね10時59分までということで、5月12日の11時からね、まあ、始まるセレクトボックスになっておりますね。まあ、早速、ツームリスト見ていきますと、ジャック・ジャック・ソフィア、おやすみ・プー、曲付き・ホセ、クロウ・ハウザー・スフレ、クラリス・モアナ、フィリップ・王子と、あとトランプ・オーロラ姫・アナというラインナップになっております。はい、ということでね、まあ、スキルをね、一通り見ていきたいなと思っております。まずジャックジャック出てきた枠の中をタップして、でタップの数だけ範囲が広がるというスキルですね。こちらね自分持ってないんで欲しいところですね。はい。でソフィア、今週は今日ですね乗馬ソフィアが出たんですけどね、まあ、それのソフィアバージョン、普通のバージョンですね。こちらランダムでプリンセスのねスキルを使うというところで、はい、こちらもスキル、ツム持ってないんでね、欲しいんですけれども、はい、あとね、次、おやすみプー。画面中央と下をね、消去する、スキルになっておりますね。はい。で、こちら、曲付き補正で来るというところで、少しの間3種類になるという、スキルになっております。はい。で、スコア2倍になるっぽいですね、この時はね。はい。で、スフレは、大きなスフレが、発生するよと。いうスキルですね。で、クロウハウザー、出てきたドーナツをタップして、周りのツムを消しますよというスキルですね。で、クラリス、一緒に消せる、高得点のチップ&デルが出てくるよという、ね、スキルですね。で、モアナ、横ライン上にツムを消して、ライン上のモアナがね、ボムに全部変わるというところでね、こちらスコアボムがね、結構、出るという、はい、スキルになっておりますね。で、フィリップ王子が、中央消去の、スキルになっております。でトランプが横ラインとハート型に、消去する、爪ですね、スキルですね。はい。オーロラ姫が少しの間1種類の爪が、フィリップ王子に変わるという爪ですね。でアナが、一緒に消せるエルサが出るというところで、エルサは周りを消せようというところですね。でこれでね全部一通り紹介したんですけれども、まあまあまあ自分ね結構持ってないのが多かったんで、ぜひ引きたいんですけど、もうコインが空っぽですもうコインが空っぽなんでね、まあ、自分はちょっと今回見送ろうかなと思っております。まあ、ちょっとねトニー・スタークをスキルマンにしたいというところもありまして、自分は今回保留にします。ただ、ね、これ結構強い、ツーもねラインナップされているみたいなんで、まあ、自分が持ってないツムが結構強いらしいんでね、ぜひね皆さんね、コインに余裕がある方はね、ぜひチャレンジしてみてください。今回はねリーク情報の、動画になりました。ご視聴ありがとうございました。よろしければねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。